関西電力役員の金品受領問題で、第三者委員会は幹部75人が合わせて3億6000万円相当を受け取っていたとする調査結果を明らかにしましまた電気料金を払っているユーザーから見た場合に、自分の行為はどう見えるだろうかということについて、全く考えていない。えー、それは この構造を長引かかせた一つのの原因ではないかこの問題は、関西電力の会長や社長などを役員だが、原子力発電所がある福井県高浜町の森山英治元助役から多額の金品などを受け取り、その見返りに森山元助役が関係する企業へ便宜を図っていたものです。 調査を進めてきた第三者委員会は大阪市内で会見を開き関西電力と森山元助役との癒着は過去30年にわたり続き関係会社も含め75人が合わせて3億6000万円相当を受け取っていたと明らかにしました。そのの上で、で森山氏の強引なな要求に応じてきたことは、明らかなコンンプライアンス違反であり、

後任に森本隆副社長が就任するなど新たな人事を発表しています。